はい、トロチャンネルです。今回もね、前回の続きで大阪のね、街の中を走ってるんですけど、今走ってるのが1号線ですね。1号線をまっすぐ走ってたら知らん間に2号線になってるっていうパターンですね。駅のね、前ぐらいがね、ちょっとゴミゴミしててね、苦手なんですよね。
本当ね、信号多いですね。通りごとに信号ですね。もう左のあの前のバスもバス停左じゃないですか。大阪駅行くには多分右折しないといけないんで、車線またぐんですよね、これ。この車の量で。逆光かもしれないですけど、こうやって見るとやっぱタクシーもまだまだ昔の古いクラウンが多いですよね。この辺があれですよね、西天満なんで、もうちょっと行ったら大阪駅ですね。割とマスクしてない人多いですよね。この辺が大阪駅の駅前ですね。
これ多分三河が多分これじゃないですかね。グランフロントとかその辺があるやつですね。結構ね、大阪駅前もね、そこそこ、まあよくっていうことなんですけど、年に4、5回は往復してるはずなんでね、でもまだ苦手ですね。人が多いとね、ちょっと。この辺ですよね、確か。あの1号線と2号線の切り替わるやつが今その右側の電柱見たらね、2号線マークなんで、街中はこうああいう風にベンツとか会社が多くてね、ビクビクしますよ。使いますわ。後ろもベンツがついてるんですよね。ということでね、もう大阪駅過ぎたね、もうちょっと行ったらまた回るんで、もう、はい、街の中はこれぐらいになりますかね。はい、ということで今回はこの辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。